はい、タンタンです。非常に綺麗なビヒンユーズドのマーチントリプルオー28が、入荷いたしましたのでご紹介いたします。トリプルオーのニッパチですね。スプルースにローズ、サイドバックの28スタイルの、こちらです。黒ガードの、今までの2018年からちょっとこう仕様は変更されておりますけれども、その前の、馴染みのある方って言ったらいいんですかね、の28スタイルで、こんな感じで、ペグもグローバーですね。はい、こんな感じ。2016年でまだまだ新品同様、コンディション綺麗です。で、まあ、光に当てるとこう見えるような引き傷は、まあ、ほんのちょっとあるんですけれども、その他特に問題なく備品ユーズドとして、販売、いたしますので、非常にお買い得かなと思います。でもやっぱり使いやすい。ドレッドほどこうパワーはもちろん出ないんですけれども、まあ、バランスがいいという、取り回しのいい、やっぱり、トリプルオーのスタイルかなと思います。やっぱり2018年のスキャロップの仕様とやっぱり違って、まあ、芯のある太い音、まあ、太い音っていうのもあれなんですけど、まあ、このずぶっとい感じの音っていうのは、ノンスキャのやっぱりこのスタイルの、まあ、特徴かなと思いますので、またこれはこれで、好きな方たくさん今いると思いますので、まあ、新品でお考えの方から、まあ、備品ユーズドとして出てますので、この辺りの個体もご検討いただければなと思っております。まあ、テンション感もやっぱりスケールも短いので、非常に心地いい、弾きやすい、感じでございまして、まあ、なんといっても程度がいいですね。綺麗な状態なので、その辺は、お買い得の一本かなと思います。まあ、新品時同様、ピンはまだ装着してませんね。で、モールドのケース、オリジナルケースの中に付属してありますので、まあ、その辺もやっぱり全然綺麗な状態で、新品で買って、そのまま、まあ、そんなに引いてないのかなっていう印象も受けますし、フレットもほとんど、まあ、ほとんどというか全然減ってないので、もう特に問題なしです。なので、単純にお買い得に、
手に入りますので、このスタイルですね、ブラックガードのこのスタイル、グローバーペグのこのスタイル、ぜひこの機会にご検討いただければなと思っております。それではマーチンのトリプル O28 2016年製の個体でございます。お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。